こんにちは、ライフチェンジクリエイターマイクロプレーナーの関達也と申します。僕はですね、今、家族がいる、地元の宮崎というところと、宮崎、九州の宮崎ですね、であと東京都の港区というですね、最近では港区住民の10人に1人が社長さんというデータが出てましたけども、その宮崎と東京と港区というところで、半分半分、月半分半分の生活を、送っていると、それデュアルライフと呼んでるんですけども、デュアルライフを送っております。で、デュアルライフをしながら、全国各地を飛び回ったりとか、あと海外にもたまに行ったりとかしてるライフスタイルなんですね。で、僕は、23年前に起業をしまして、もう本当自由になりたいという、それが目的で起業したんですね。お金儲けがしたいとかじゃなくて、人に縛られず、会社に縛られず、自分で人生をデザインしたいという気持ちで起業しました。で、最初の11年は本当にうまくいかなくて、でその後インターネット、もう本格的にインターネットを活用してやってみようと思ったのが2005年12年前なんですけども、その時にメルマガとブログを、使って、全国に発信してですね、で当時、僕みたいな人は本当少なかったんですけれども、もう顔も、本名も、あとプライベートも、あとその僕がやってるビジネスとか考え方とか、そういうのを全て、もうさらけ出すという形で発信してたところを、いろいろこう全国的に、興味が、僕に興味がある人がこう集まってきまして、そこから、2012年から全国セミナーをやったり、塾をやったりとかして、今に至るんですね。で、本当に、今日ですね、この動画を撮ったきっかけっていうのが、今の時代、これからの時代、人生を変えたいと思う方に、早いところ僕がシェアしたいと思う内容が、思い浮かんだので、それをですねシェアします。で、時間の関係上ですね、今日、まず一つ、大事なことをちょっと一つお伝えしますと、これからですね、自分の人生を変えたいという方が、これ動画を見てくださってると思うんですが、すごくこれからの人生大事なところ、自分の人生ですね、自分の人生をデザインするにあたってすごく大事なところは一貫性っていうところなんですね。で、僕はもう一貫性を貫いてきてると思ってるんです。っていうのが、いろんな仕事をたくさんやってきたんですね。例えば、雑貨店屋さんですね、雑貨店屋さんというか雑貨店なんですけども、雑貨店を2店舗経営してたりとか、リアルの実店舗ですねとか、あとは訪問販売とか、あと車の中古車の、オークションとか、あと、ハウスクリーニングという、要は掃除屋さんですね、あと家のリフォームとか、あともう本当に、あとドライバー配達屋さんとか、委託でですね、あとお弁当の配達とか、もう本当に、リアルの仕事、インターネット始める前は本当キリがなくて、でインターネット始めてからも様々なものを販売したりしてきました。物販であるとか、アフィリエイトであるとか、あと自分のコンテンツであるとか、コンサルティングであるとか、あと広告代理店サービスみたいなのとか、とにかくいろんなことやってきたんですね。でも僕の一貫性というのは何かというと、本当に自分の人生、嘘をつきたくないっていうのがあって、自分が思ってることは発信して、でそうやってやってきたんです。で、今日本当に一つお伝えしたいのが、その一貫性という部分なんですけども、自分の考え方とか行動とか仕事感とか、もう嘘をつかずに生きていく人生を目指そうと、わかりますかね、この嘘をつかないで生きていく人生を目指そうと。で、僕いろんな方のご相談受けたり、本当に、直に会った方々合わせても、数千人ですね。僕はセミナーで自分の、自社で開催して全国でセミナーしてきましたけども、それだけでも3000名以上お会いしてますし、あとは、実際顔を合わせてなくてもメールでやり取りしたお客さんとか、そういうのを含めると1万人以上の、全国にお客さんがいらっしゃって、いろんな方のメールで相談を受けたり、スカイプで相談を受けたり、実際会って相談を受けたりしてきましたけども、皆さんやっぱりすごく不満があったり、でその不満を直接その
ところに言えない。例えば本当多くの方がまあサラリーマンという業種だったり、まあ、公務員とかですね、まあ、雇われて、生活してる。その要はなぜ雇われて生活してるかというとお金じゃないですか。でそのお金を得て、生活してますよね。だからもしそこで解雇されたらお金が入らないじゃないですか。だからまあ奴隷のようにって言っちゃうね、言葉がきついかもしれないですけど、まあ、言わば嘘をつけないような関係性になってて、まあ、それがこの、まあ、今の経済、まあ、資本主義とかですね、あの要はそういう権力とか、まあ、資本がある権力があるところがやっぱり強いから、雇われてると嘘がつけない。例えばその会社のことにすごく不満があって、上司に不満があっていろいろあったとしても、その前ではそのいい顔するわけじゃないですか。でお客さんにもその会社の実態を言えない、嘘言っちゃうとね、それはどういうことだってなるじゃないですか。でそういうのを含めるとみんな嘘をついてるわけなんですよ、ね、あの嘘っていうとなんかいやそんな嘘じゃないっていうかもしれないですけど、まあ、僕から見るとやっぱりそれは嘘で、自分に対してやっぱ嘘をつく人生っていうのは一貫性がないと思ってるんですね。でそれがストレスが溜まって、うん、なんかこのねいろいろおかしいじゃないですか。その日本という国、まあ、今別にね日本に限らずやっぱりこうテレビ局っていうのも、テレビ局というか、まあ、テレビの業界番組とかもなぜ成り立ってるかっていうと、スポンサーがね、スポンサーに雇われてるわけですよね。あのタレントさんとか芸能人とか、あのコメンテーターとかっていうことは嘘をつけないわけですよ。スポンサーから切られるとお金が入んないんで、まあ、そういうふうにメディアっていうのはできてて、スポンサーがいるから番組が成り立ってて、ね、あの番組上隠さないといけない情報とかがあればもちろん隠しますし、スポンサーに不利な、ね、あの情報があればそれはあの番組では流さないですし、まあ、そういうふうにやっぱりあのやっぱ社会全体を見てた時にいかに一貫性があるものが少ないかというところなんですよね。だからそこであの僕が今日お伝えしたいのは、一貫性を持とうと、自分の人生を自分でデザインしたいのであれば、自分の人生観、考え方、仕事、生き方、まあ、全てにおいて自分のやっぱ信念というのを持って、自分はどういう人間でありたいか、どういう仕事を本当はしたいのか、どういうことをやりたいのかとか、それを一貫性を持って、まあ、自分の一人の時間を取ってですね、全部それを書き出してみて、で一貫性がないことをやってるんだったら、それをどうやったらやめれるかっていうのを、デザインすることをお勧めします。まあ、これからですね、まあ、この動画ではちょっと一貫性という部分で、まあ、今一度考え、直すというか自分を見つめ直してみて、一貫性を持つ、自分要は嘘をつかず本音で生きようよっていう話で、じゃあそれを本音で生きられるかどうかっていうところなんですよね。まあ、そこで不安がある方とかもいると思うんですけども、そこをまあ、次の動画で、お伝えしたいと思います。どうやったらそれを、実現できるか、自分の本音、本当に一貫性を持ってどうやったら生きていけられるのか、みんなそれができないから、まあ、嘘をついて生きてるんですね。本音が言えなくて生きてる、うん、僕はそういう人生を送ってないなっていうのが最近気づきまして、だからなんかな、まあ人に対していろいろね、あの伝え方っていうのはもちろんありますけれども、やっぱり自分の意見、自分の思うところ、それは貫き通してきたから、まあ、今があると、まあ、いろんな仕事をしてきたって言いましたけども、まあ、僕の中の軸はそこ でそれはまあ、ね、これを動画を見てるあなたの、また一貫性というのはまた僕と違ったりする、ね、どんな仕事をするかとか、どんなことをやりたいかとか、それはどんな考え方とか、それはまあ皆さんそれぞれなんで、まあ、そこをですね、なんか成功者の真似をするとかじゃなく、まあ、あなたはあなたなので、あなたが本当の人生観、本当に得たい人生観とか仕事観、やりたいこととか、そういうのを、ぜひなんかこう書き出してみられるといいかなと思います。はい、では、今回の動画はこの辺りで、どうも最後までありがとうございました。